枯れてる枝とその枯れてる枝の見分け方ですか。見分け方、はい、教えていただけ、ね、はい、ここにこれはもう枯れてるんですよ。でこれは枯れてる、はい、で水気がないんです。もうあのしなびてるっていうか、うん、で水分がない。これあの葉がもうまだ他にも葉っぱはついてるのにこれだけなくなっちゃった、落ちちゃったんですね、はいはい、でもまだ生きてます。これは生きてるんですけど後にこれ枯れます。なるほど、はい、そのまだ生きてるっていうのは今ちょっと試しにちょっと削ってみますけど、あ、よっこしょ、このだとちょっとあれかな、あのこれね肉眼の方が分かりやすいかもしれませんけど、はい、これ水分があるんです、うん、まだ。ああ、そうですね、うん、まだあの水分があるので分かりやすい。まだ水が来ている、うん、そうそうそう。でこれはもう水分がないんです。ちょっと色具合で、うん、あの分かると水っぽさがないという、うん、そうそうそう、分かるかな、うん、映像で分かるといいんですけどでこっちのまだ生きてる方はあのそう水分ちょっと白っぽいっていうか、そうですね、はい、水分があるのは分かります、はい、あの木質部があの白っぽいのとちょっともう茶色っぽい、うんうんうん、はい、木質部がね。もうで、葉が先に落ちちゃったのはこれほとんど水が通ってないんです、うんうんうん、だから先に落ちちゃうんですよね、はいはい、水を吸い上げてるところは今でももう真っ青であれなんですけど、だいぶこれ弱ってる枝なんですよね、うんうん、だから先に落ちちゃう。なるほど。ただこれに限らず他の木でもね、葉が落としてもちゃんと生きてるのもあるんです。うんうんうん、あの青々としてかなりしっかりで、あとねこの先端の芽を見ていただくと、もう芽自体がもう水気がないっていうか、うんうん、普段はこういうことしないんですけども、はい、こういう削ることはしないんですけど、枯れてるかなと思うとこれ上の方から試しに切ってみるんですで、はい、映像では分かりにくいかもしれないですけど、うん、まだねあのこの枝は水気はあります、はい、切断部分、うん、切断、そうです、ここの部分ね、はい、例えばここを切りますけど、ここはね水気がないんです、うんうんうん、はい、この切断部分を判断してもらって、生きてまだ生きてるか生きてないか判断できる、はい、徐々に奥の方へ、あの元の方へ切り詰めていってもらうんです。まだ生きてればまだそのまま置いといてもらって、でこっちみたいにもう完全に枯れてるっていうのはもうこれ完全に枯れちゃってるんですよね、はい、もう、うんうんうん、ちょっと茶色っぽくなって水気がないんですね、はい、うん、もう見た目でもあの切ってみなくも見た目でこれしなびちゃってるんですよね、もう、うん、水気、そうそう、肌がねしなびちゃってるんです、はいはい、元から切っちゃっていいんですけど、ちょっと判断がつきにくい場合はいわゆるこの先端の方から確かめた試し切りっていうか、うんうん、まだ生きてるとか枯れてるとかそれを判断してってもらいたいですね、うん、ちなみに、うん、他の木は大丈夫なのにこの木でこの枝だけ枯れちゃう、うん、っていう原因って何ですか。やっぱり弱い、芽が弱い、うん、であとその夏の日差しの強さ、まあいろんな原因は出てきます、うんうんうん、一概にこれっていう一つだけに絞り込むことできないかもしれないですけど、うんうんうん、若い木ほど元気な木ならば問題ないと思うんですけど、うんうん、これなんかもう7、80年、うん、経ってる木ですから もっと経ってるかもしれないですけど、うん、まあ人間でもそうですけど年齢重ねていくとちょっとだんだん弱っていきますけど、10代20代の頃と全然、うんうん、やっぱり違うんで、あの頃みたいに無茶できないみたいな、そうなんです、弱い枝ほど枯れる、なるほど、うん、一つのありますね、もう復活はできない、あこの枝はもう復活はできないです、なるほど、はい、いずれ枯れます、はい、もうちょっと早い段階だったらとかあるんですか。
まあ、こういうところに胴吹き目っていうのこういう古いところから胴吹き目っていうのがあるんですけど、こういうのがこういうところへ吹いてくれればそこからまた作り直す、そう、あるいは若い枝が出れば、そこへ枯れる前にここに枝継ぎ、うん、そう、そういう方法もあるんですけどね。教えてもらったやつですね。はい。だからそういう方法もあるんですけど、なかなかこういうもう古い木になると、やっぱり新しいこういう若い枝が出にくい、出にくいんですよね。で伸びないし、大変なんですよ。だから培養も古い木も古くなればなるほど。古い木ならではの。そう。ですからこれを枝を剪定したときに刺しといて、はい、これの子供を作っていくんですよ。ああ、なるほど、うん。で、その子供がある程度伸びたらば、いわゆるここに呼び継ぎ。呼び継ぎして。なるほど。古い木で、これよりもっと古い木なんですけど、その呼び継ぎしてるのがあるんですけど、これはそうですね。今ここにこれの枝を。やっぱりこの木の枝でないと、違う木の枝ですと性が変わっちゃいますので、やっぱり自分の枝を挿し木をして、ないところに、例えばここにやっぱり枝がないので、はい、こういう呼び継ぎ、呼び継ぎですね、はいはい、そういうふうにするんですよ。これは挿し木ですか？そうです、この枝の挿し木です。お、なんでこの上の方とかに挿し木してるんですか？この近くへ今置いてあるだけなんです。これは、あ、これあれだ、え、これが、これがこれだ、そう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 、そ、呼び継ぎをしてるってことですね。はい、これからで、この枝はここに、まあ、ちょっと逆端、極端に言うとこう振って、ここに持ってきてるんです。これの挿し木して伸ばしたやつをここに固定して呼び継ぎしてる。そうです。これの方が信頼性が高いというか。そうです。ってことですね。はい、呼び継ぎの、はい。いやー、奥が深い。100年以上経ってる木ですけどね。もう立派ですもんね。はい、なるとどうしても中の方の枝が日が当たらなくなると、はい、どうしても弱くなって枯れる恐れがあるので、何年もかけてこう再生を。させていくってことですね。職人技ですね。じゃあ枯れた木の見分け方としては、まず先端の芽を見て水気があるかないか、水気があるところまで、試しに切ってってもらって、水があればそこでもう止めて一旦、でしばらくまた様子を見ると、はい、まあ、来年の春まで待てば結果分かりますけど。そうですね、はい、春になって芽が出なければそこは枯れてますから。なるほど、はい、受け入れるしかないですね。そうですね。梅とか桜はね、葉が落ちるの早いんですよ。はい、こういうところに、葉がなくて、これ生きてるんですけど、はい、ただこういう、もうこの映像だと分かると思うんですけど、これ茶色いですよね。そうですね、茶色い。普通はこういう緑色、緑色のところは生きてるんですけど、はい、この茶色いところはもう枯れてるんですよ。はい、枯れさせないためにはとかあるんですか？いろんなあれがあると思うんですけど、まず水ですよね。水、夏場の強い日差しがありますが、それを避けると、奥の方の枝ですと上の枝が邪魔しちゃって日が差し込まない、どうしても弱くなっちゃいますので、はい、少し葉っぱを透かしてあげて、中の方まで日が通るように、はい、であと風通しも考えて、風が通らないとやっぱり、そこが蒸れたりしますので、あとは病気とか虫とか、あとは肥料とかね、いろんな、いろんな原因が、あれがありますね。枯れるのを怖がらずに、経験値を積むのがね。そうそう。だからその枯れたのは何が原因かなって、それもやっぱり考えないといけないんですよね。一番のね、枯れる原因っていうと、水なんですね。水で。そうですね。はい。なんか一発な気がします。一発でいっちゃいますから。はい。水だけはもうね、命ですから、ね、水が命ですから、はいはい、水が命、はい、まあ人間でもね、水がないと生きていけませんので、そうですね、食べ物なくても
大丈夫だけど水がなくなるとダメって言いますもんね、はい、2、3日で。ありがとうございます、はい。